listening to Shibuya Cross FM。イエイ、どうも、岡部少年片岡でございます。科学と森田くんです。お願いします。あの、ついに行けましたよ。え、どこにですか？天川神社ね。天川神社、天川神社ってご存知じゃないですか？いや、わかんないですね。なんかもう、その奈良県にある、はい、スーパーパワースポットで、はいはいはい、なんか選ばれし人しか行けない。はいはいはい。なんか麒麟川島さんもパワースポット好きで、はい、天川神社にやっと行けたみたいな、はい、おー、その後に、はい、ラビットとバーッと、おお、はい、いろいろとお忙しくなったという、はい、ゆえんがある場所に、はい、あの行くことがあって、おお、これ地図で見てみたら、はい、要は大阪からも遠いし奈良県からも遠いし、はい、行きづらい場所なんですよ。はいはいはい。で、いくら吉本の仕事とはいえ、本当に何かご縁がないといかない天川村っていうところがあって、はい、そこにあるっていうことが分かって、おー、で、僕先週、大阪で仕事だったんで、はい、もうこれ行ってやれっていうことで、はい、大阪にあるんですね。奈良県です。あ、奈良県、奈良県からも遠い、はい、で、もう頑張って、カーシェアリングして、はい、新大阪から3時間かけて、はい、おお、はい、行ってきましたよ。それはどういった選ばれた人が入れるんですか？選ばれた人、選ばれた人しか入れないんですよって言われてるんですよ。よく、まあ、言われてる。そういう場所が多いんですけど、はい、ああ、はい、たどり着けないみたいなことですか？いろんな御朱印を揃えた人しか入れないとかさ。あ、いやいや、あ、そういうのじゃなくて、そういうのじゃなく、本当に行きづらい場所だから、うん、はい、多分頑張ったら誰でも行けるってことでしょ？いや、入れないの？行けますけど物理的には、物理的には行けるけど遠い、その遠いしでも頑張ったら行けるってことでしょ？選ばれない人は迷っちゃってたどり着けないとかなんじゃないですか？それでただの行けない人じゃない？いやいや、一迷った人じゃない？いやいやいや、そこ自体が地場がゼロ地場とか、ああ、ゼロ地場だから、方位地震が効かないわ。はいはいはい。だからね、行くに行けない。はい。ナビでも行けない。ナビやっても、行けないです。やっても行けない。百発百中ではないです。おお、行きました。あ、はい、めちゃくちゃ良かった。お、どんな感じなんですか？いや、もうそれ一言じゃ表せれないよ。なんで、じゃあなんでこのトーク始めたの？写真とかあるんですか？あ、いや、もう、あの、ありますけど、はい、もうそんな気安く見せれないです。なんかもう着いたら、まず神社があって、はい、その神社もなんか上にこう、なんか石が有名で、はい、その4つの石を探さなきゃいけないみたいな。4つの石、うん、だからこの道の横にポツンと1個あったり、はい、2個目がここにあったり、はい、だ3個目に関しては、え、こんな木の横にあるのみたいな。4つ目に関してはもうないんですよ。ない、地震とかで。ああ、だからおそらくこの森の中に飛んでってしまったんじゃないかみたいな。あ、へえ、いうようなっちゃった。ありつつ、それ探すとどうなるんですか？どうなるとかではなく、もうそういうのはもう気持ちですから、はい、4つ見つけれればよかったねっていう、願いが叶うといいですねっていう、これやったからこうとか、はい、そんな浜口さんみたいな不純なゲーム的な課金システムみたいに考えてる人には一生幸せは来ません。今世残念でした。4つを見つけなくちゃいけないっていうか、いや、そうですね、いやいや、そういうのを見つけて、その少しスタンプもらって、スタンプラリーみたいな、中に入れないのか。天川神社の住人にあなたぶち殺されますよ。由緒正しい場所ですから、はい、はい、っていうのは、まあ僕は4つ見つけて、4つ目は分かんないけど、多分この森の中かなみたいな。それでいいよ。あ、はい、いや、あのネット情報によるとですよ、はい、まあ、ここなんじゃないかみたいな、うん、とか、はい、あとなんかもう村全体がパワースポットみたいな。ああ、そうなんですか。ここにあって、もうちょっと山の方行くと、うん、もう一個違う、はい、みそぎ神社みたいなのがあって、
お、へー、でも村全体がそうなの。で昔ながらの旅館みたいのもあったりして、はい、何村っていうんですか、そこ。天川村。天川村、うん、ああで、うん、何気なく俺パッて木見たら、うん、なんかすげえラピュタの木みたいだなと思って、おお、はい、もう帰ろうと思ったけど、なんかちょっと気になるなと思って、うん、ラピュタみてえだなと思ってパッて見たら、なんか石碑みたいのがあって、うん、はい、そこが、うん、ゼロ磁場の場所、ほう、一番の、はい、パワースポットみたいな、ほう、はい、もう呼ばれてたよ。こう帰ろうとしたら、はい、あーって、これだ、このこっち行くの、体がこっちに、何かなと思って行ったら、はい、もう見たこともない木が、はい、あってみたいな、おお、ラピュタみたいな、ラピュタでした、うん、あとか、はい、そういうのが多かったね。おお、あとなんとなく、うん、なんか神社の本殿の近くに前菜屋さんみたいなのあって、はい、前菜、うん、な、何これみたいなのあるけど、一応行くかみたいな感じでピンポーンと押したら、はい、もう隣の家からバーッと走ってきてくれて、雰囲気がいい店だったの。ピンポン押す店なの。そう、うん、もう店の中誰もいない。民家みたいな感じだ。民家みたいな、おしゃれな、おしゃれなんですか、雰囲気が。お、はい、おい、ここ雰囲気ありますねなんて言ったら、まあずっとオープンしてたり閉じたりしたこともあったんですけど、うん、なんか天井の辺に傷があるのよ、はい、あれ何ですかって、あ、一回震災があってみたいな、うん、水があそこまで行って、うん、机があそこまで行って傷ついたんですよ。うわうわみたいな、うん、なのによく神社やっぱ守ってくれたんですねみたいな話もしてる、はい、まあ、じゃあ俺はいろいろ喋ってるから、よかったら奥どうぞみたいな、はい、なんかこの家の渡ったところにもう一個家があって、それが多分その人たちが住んでる家なんだけど、うん、そっちの奥の方行ったら、はい、なんか茶室みたいなのがあったんですよ。おー、めちゃめちゃ雰囲気あるところに、はい、もう俺だけ、おお、マジですか、みたいなところも、はい、部屋も紹介してくれて、はい、めちゃくちゃ良かった。あ、それ一人で行かれたんですか。そう、おお、で、天川神社に行って、うん、なんか帰り新幹線でさ、はい、森田じゃないけど、はい、やっぱパワースポットって、はい、俺らが行く場所って決まってるから、はい、そのあるのよ、うん、属性が、あ、はいはいはい、属性、うん、生年月日と誕生日と血液型を入れて、はいはい、ポンってやったら俺水の属性だったの、はいはいはい、もう何があるんだろうなって見たら、うん、はい、奈良県のさ、ポンって一つだけ、はい、うん、天川神社、マジっすか。俺やっぱ呼ばれてたんじゃないかな。そうですね、確かに、うん、来るべくしてきた。だけど俺もね、うん、三峯神社は属性じゃなかったね。ああ、そうなんですね。だけど俺がよく行く、いいなと思ってた伊勢神宮とかも属性水だった。あ、うーん、あ、じゃあ、うん、伊勢、森田どこ属性、あ、もう覚えてないですけど、でも三峯の真反対だったっていう、そこだけは覚えてます。ああ、属性がなんか、属性調べてあげましょうか、はい、みたいなこと、はい、ピクミンみたいなこと、ピクミン、あみたいなこと、水とか水とか、はい、そうです。え、生年月日いつですか。1984年1984、3月10日です。あ、血液型は O 型です。はい、出ました。は、何でしょう。ああ、そう、意外ね。あなたの属性は火です。あ、火でしたか。ああ、はいはい、火なんですね。火だから、はい、うん、裏摩周の上の小池とか北海道。ああ、裏摩周、ここに行った方がいいよってのが出る、うん、そう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 、摩周鹿島神宮とかいいです。あ、そうなんですね、うん、ああ、なるほど。じゃあ茨城行かない。あ、はい、出ました。何ですか。富士山パワースポットです。富士山ですか。うん、山は山でも、はい、富士山だったらあなたいいんですよ。あ、そうですね、確かに。いや、下り怖いな、下り膝怖いな。で、富士山、まあ、大学時代に一回登ったことあります。ちょっと効力が切れてるかもしれないですね。あと海外、はい、キラウエア火山。キラウエア火山、キラウエア火山ってこういうのです。ああ、はい、うんうん、ここら辺が福岡のかまど神社、要はかまど、あの秘密の刃の、うん、炭治郎くん、そこです。おー、ありがとうございます。
ちなみに浜口さん見ましょうか。属性。属性。ちょっとあのプライベートなあれなんで教えられないですね。いやもう誕生日くらい分かる個人情報。ウィキペディアで出てますよ。78年9月3日です。A 型だよね。はい。浜口はどこなんだろうな。それ何そういうサイトがあるの。あるある。お、はん。出ました。はい。水です。え、一緒じゃないですか。一緒です。それ何パターン？水とか。6パターンですか。6パターンぐらい。多分。だから俺と一緒です。はい。だからマシューとか。だから。マシュー子？森田はマシューの裏でしょ。裏マシューです。裏マシュー。裏マシュー。あ、表マシュー。まあ、東京大神宮とかね、有名な、うん。ああ、いいじゃないですか。近いじゃないですか。ここら辺。だから三重だったら伊勢神宮とかいいんです。大概行ったことあるかな。大変行ったことないでしょ。伊勢神宮は昔行ったかもしれない。出雲大神宮、この京都の方のね。あ、京都の。広島の厳島神社とか。おお、なるほどね。いいじゃないですか。これ僕、ナイアガラの滝行ってますか。あ、そうですね。はい、確かに、うん。数年前に。それで、私がさっき言ってた、四万十川もいいの、高知県。あ、四万十行きましょうよ。だって、ばあちゃん家ですから。ほら、あ、じゃあ行ったことない。まさにじゃないですか。なら、一つだけ。うん、天川大弁財天神社。おお、ここに私は何の情報もなく行ったっていう。そうですね、すごいですね、うん、っていうことがあって、はい、パワースポットにもこういうね属性がありますよっていう話です。なんか、はい、いいことあったんですか。じゃあそこに行ってから。これからだと思います。そうそう、これからですね。これからですよね。はい、そんなすぐは。だけどなんかいい感じになりそうな気配は。ああ、はいはい、しています。気配大事ですね。なるほどね。はい、そうなんですか。はい、たまには皆さんも、はい、なんかそういうの行ってみるといいかもしれないですね。あ、そうですね、はい、自然と触れるという、はいはい、あれ知ってます。全然話変えていいですか。どうぞ。 Amazon Music 聞いてます。聞いてます。あ、たまに使います。最近聞きました。いつも聞いてます。最近来るときに大変なことになってるんですか今。どういうこと。あのシャッフル。そうですね、はい。あ、最近ちょっとあの話題になってますね。どういうこと。あの例えば俺が曲を聴こうとするんじゃん。さだまさしをよく聴いてるんですけど、さだまさし聴いてたら、うん、2曲目が全然知らない人の曲になる。なんで俺ならないの。で、なんかシャッフルっていうマークがついてる、うん、はい、でそれを解除しようとするとできない。まあ、できないんすか、あれ。できない。あ、そうなんすか。で、一応、そのさだまさしのこの曲に関連のある動画をシャッフルしました。あ、う、あ、ん、出てんだけど、はい、全然、あれだよ、さだまさしの後に、はい、なんかうんこの歌みたいな。そんなことあります。バグっちゃってるってこと。で、そのシャッフルを解くには、はい、より高いプランにお入りください。ああって出る。あ、なるほどっすね。だから、はい、好きな曲も全く聴けない、はい、ユーザーの中で。そういう時代になったのか、人気になったから、はい、だから俺よくアルバムの中の1曲を何度もリピートで聴いたりしてた、はい、いつからそれ。多分最近多分11月からじゃないですか多分。え、じゃあ俺もそうなってんのかもしれないと思うよ。かプランよりいいのに入ってんの。入ってて僕多分980円かなんか払ってるんですけど、いつも、うん、それより払わなきゃいけないってことですかね。そしたらだからもう事実上聞けないみたいな。払えばいいじゃん。でもだびっくりしてるのみんなが。そうそう、うん、まあ、世の中でなんだこれって。何も告知もなかったの。ん、分かんないそれ。一応なんか買い、僕はパソコンで使ってる時は変わりましたっていうのだけ来たんで、うん、まあ内容別に読まなかったですけど、うん、あ、変わったんだぐらいで、そっから聞いてないんで何にもないんですけど、うん、俺同じ最近アドばっか聞いてんのよ、うん、新世界。ああ、アド、はい、あれリピートにしてるから分かんないのかな、うん、でも リピートできてるってこと。あ、だけどお金払ってるってこと。あ、そうだ、うん、俺だって、ね、あ、よりいいのに入ってる、はい、そう、うん、ロッキー見に行ったの。あ、ロッキー、はいはい。そっから、はい、ロッキーのアルバム聴いてたから今朝。ああ、うん、はい、俺よりいいやつ入ってる。あ、いけてるってことですね。ああ、そうです、ね、ユナイテッドなんとかですね。ああ、リミテッド、アマゾンミュージックリミテッドみたいな。あ、それそれそれ、はい、色変わったよね画面ね。水色変わりました。そうそうそう、変わりました。ああ、大丈夫大丈夫、はい、だから探せなかったんだアマゾン。ああ、色変わった、アイコンがね、はいはい、変わったから、うん、みんなびっくりしてる。
そうですね、これ聞けないじゃないですか、はい、それはちょっと怖いな、はい、急にな。 iPod ナノみたいな状態になってるんですよね。だアルバムを聞けないんだよ、はい、それにアルバムとしては、はい、すごい大胆だなって思ってる。あ、まあ、だけど今っぽいよね。まあ言ったらサブスクみたいなことだから上がってきてるもんね、値段がね、はい、そうですね、まあ、それでももうそれがないと不便になっちゃうからな、はい、そうで、そのアーティストの収入も守んなきゃいけない時代になってきましたから、サブスクで、まあ、しょうがねえなとは思ったけど、はい、ね、なんかさ、そのそ、ね、ロッキー、はい、ロッキー見たんだよ、はい、ロッキーって新しいやつだっけ。ロッキーが、うん、なんかどうやらロッキー4だけ、うん、なんかアップデートしてやってるっていう噂聞いてて、はい、ほんでふとなんか作業してて思い出して見たらAmazon プライムビデオで映画館で、あ、映画館で、ほんでやったらシルベスター・スタローンが言ってんのよ、うん、俺はなんであの時アポロを殺してしまったんだろうみたいな、はい、アポロが車椅子でも残っててくれればもっとロッキー4、5、6、ザ・ファイナルが変わったと思うみたいな語ってて、お、はい、どん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 スターローンにもうやっぱ魅了されてって、はい、もうあの人ってもともとちゃんと喋れない人で、うん、あ、はい、で、なんかおろろろろろろっていうちょっと、はい、そのそうなっちゃうのをわざとそういうキャラにしてやったらハマり役で、はい、みたいな、はい、なんかそんなことも語ってて、うん、見たくなっちゃったよ、はい、調べたら、うん、ここら辺で言うともう神奈川の厚木か、うん、千葉県の柏でしかやってない、うん、遠い、どっちも遠いな。六本木の図書館行ったけど、もう家帰ってカーシェアリング借りて、はい、行ったんだよ柏、はい、先週の土曜日、はい、そしたら単館みたいなところがあってさ、はい、見たんだけど、はい、めちゃくちゃ良かった、うん、スタローンは出てるの、はい、もちろんだよ。教える側になってんだっけ。違う違う違う、ロッキー4、あのドラゴンのやつあるじゃん、あれをあの本編では使わなかった部分とかを入れて、リミックス版みたいなの作ってるから、うん、本当はちょっと再編集したぞ。そうそうそう、ダグラスみたいな敵がいるんだけど、一回 ロッキー3でやられちゃう、うん、そいつのところからちょっとやってる。なるほどね。でスターローンが負けて、うん、アポロが来てトレーニングして勝ったよみたいなところをダイジェストで見しといて、うん、そっから、うん、アポロが、うん、はい、なんかドラゴのやつ見て、俺あいつとやりたいみたいので、うん、いややめとけよもう年寄りだしみたいな、うん、アポロだ、うん、おいロケ、お前はチャンピオンだからいいけど、俺はチャンピオンなくなって誰からもチヤホヤされねえんだよ、うん、お前わかるよな、うん、俺にやらせてくれるよなみたいな、はい、で今見るとさ、うん、なんかすごいわかる、うん、おー、はい、その吉本の芸人でもさ、ずっと無限大ホール出てるけど、はい、もう人気なくて売れなかったらさ、うん、ルミネのわけのわかんない時間に押し入れられたりとかさ、はい、もうレアレアさんが俺には見えてきちゃって個人名を出すのはどうなんですか誰だよみたいな、はい、レアレアさんに見えてきちゃって、レアレアかわいそうだなと、はい、で名前出すのがかわいそう、そうですよ、そうだよ、それがもうなんかさ、グッときちゃって、ああ、はい、俺も気づいたら関係ないところで 4回は消されたけど2回は泣いたな。ああ、はいはいはい、2回でも十分多いですよ。ロッキー見たことある？ないです、僕1回もないです。ロッキーないです。うっそ、うっちゃんなんちゃんのうちもだから一番好きな映画だからね。ああ、まあそうですね、ジャッキー・チェンとあるでしょ。まあそれはテレビでやってたからね、何個か見てるよ。はい、なんだっけ、ソニックブームみたいなやついるじゃん。ソニックドラゴだっけ、ガイル、ガイルだっけ、ソ連の人だっけ、それドラゴね。ドラゴか、ドラゴとの一番の戦い。そいつはなんか科学的なトレーニング。そう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 、だ今のちょっとロシアに対してもスターローンは何か伝えたかったんじゃないかなって思われてる、思う。ああ、はいはい、今俺は良かった。あれしかも、うん、なんか DVD にならないらしいよ。ああ、その再編集版は映画館でしかやらないっていうの、俺もう一回見に来たよ柏まで、柏までもう一回行こうかなと思って。ロッキー4が最後だっけ。違う違う違う、6まで。6まで、うん、あ、4はドラゴンでやって、それで5で弟子が出てくるけど弟子に裏切られてみたいな。師匠死ぬよね、ミッキーかなんか。それ 3、うん、あ、ミッキー、ミッキー、そうそうそう、鼻鳴くような声で、そう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 、もう
もう俺ほんとに60分ぴったりロッキーが何が素晴らしいか語れるよ俺。ああ、ぴったりぴったりじゃなくていいです。62分ぐらい語っていただいてもいいですし、いやほんとにちょっとね見てもらいたいぐらい、はい、俺はちょっとあれでグッとスイッチ入ったもん先週土曜日。はい、うってやるぞわあいいっすね。天川神社とロッキーでブワーッと頑張っていきましょうということで曲いきましょう。はい、今日は神楽サティさんで今夜はヒットスタジオです。どうぞ。行く線のメロディー
ということで引き続き狼少年の君こそスターでございます。はい、じゃあコーナー行きましょう。ハムグさんお願いします。お題でドゥー。はい、ちょっと待ってください。お私先週ちょっとね、はい、お休みいただきましたけど、はいはい、この一週の間でこんなことが起きてる。そうです。そうなんです。ちょっとジングルをつけたり、はい、先週そういう話になりました。いいと思いますよ。ちょっとラジオっぽくなるかなと思って。あ、いやいいじゃないですか。浜さんの自作っすか。このいや、動画編集ソフトのフリー音源をちょっとつまんで持ってきました。はい、あ、このコーナーでは、お題でお題をおのおの出し合ったお題を、はい、ランダムで答えていくというコーナーでございます。なんかそういうのもさ、はい、今みたいなのもさ、はい、なんかラジオのでなんか線つないでさ、こっちでできないのかね。うん、あ、先週それ用意していただいてたんですよ。あ、はい、それはね、多分それをで操作していただいてる、ね、なるほどなるほど。それはちょっとね、あの綺麗じゃないなと思ったんですよ。はい、効果音としてはめちゃくちゃ入ってたんですけど。あ、そう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 、ピポンとか元々入れてもらってたのがあって、はい、あったんだけど、こっちで用意したのがってことね。で、今週は浜さんが用意してくれた。はい、はい、じゃあ行きましょう。いいと思います。はい、やっぱあの山田久志監督のねラジオも効果音で大人気になったって言いますからね。あ、ラジアンリミテッド。そう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 、ラジアンリミテッド。そういう風にあの山田さん語られてましたよ。僕飲ませてもらって。あ、へえ、音だよね、音っつって。一瞬プロ野球選手を見つけました。そうですね、山田久志っていうか3割かと思いましたけど。そうですか。はい、じゃあ選んでください。今、はい、6つございます。森系選んでいい。あ、はい、まあ、じゃあとりあえずあの前の残骸を、はい、あー、これ、あ、お笑いやっていなかったら何の仕事をやってましたっていうことですね。よくある質問かもしれないですね。それは何、うん、希望、希望、何でも叶うとしたらっていう前提で何になりたかったか。僕ね、はい、間違いなく、はい、もう死んでたかもしれないですね。どういうことですか。だって、うん、こんなやっぱお笑いなんて僕小5からやりたくて、はい、もうそれに向けて全部頑張ってきたわけですよ。ほう、なんかお笑いやるためにはギャップがいるな、じゃあ学歴もいるよな、じゃあ青学行こうかなとかさ、あ、はい、なんか、うん、浜口さんともなんかやるってなって高2かなんかの時、うん、はい、名古屋吉本受かったけど、うん、で浜とか俺ら仲良かった高野っていう共通の友達はさ、うん、よかったなーなんつったけど、はい、なんか俺ここで名古屋吉本行ったら売れねえ気がして、うん、はい、だったら一個ギャップのために学歴を手にしようと思って、うん、いや浜俺ちょっと名古屋吉本行きたくないっつって、はい、ちょっと1年勉強させてくれっつって、うん、はい、青学に行ったんですよ。うん、そういうもう人生の設計が、うん、お笑いやるためにで僕来たんですよ。うん、だから全部頑張ってこれたんですよ。はい、汚い家であろうが、はい、失恋しようが、うん、全部ネタになる。はいはい、あ、なんか免許取っていきなりカマロっていうアメ車乗ったらおもろいだろうなとか、はい、全部それできてる、うん、そのお笑い芸人じゃなかったらでしょ、はい、俺もういこの世にいないです。あと働いてないです。働いてない。命を絶ってるってこと。命をあの絶たざるを得ないぐらい、はい、何も頑張ってないと思う。なるほどね。あ、一発目で自分が痺れる職業を、うん、目指せたっていうのが、はい、生きがいで、はい、それがなかったら、うん、もう何もやってないんじゃない。なるほどね、はいはい、つまらんなみたいな、はい、ブクブク太って、はい、離婚してみたいな、はい、そんな人生だ。もうそれだから一発目でいきなりやりたいことを見つけれたから努力もできるし、はい、それじゃなかったら、じゃあだから結論死んでます。死んでます。お笑いやってなかったらこっち来てなかったじゃん。100% 来てない。なるほどね。興味がない。はい。かしこまりました。私いいですか？はい。これ別に昔から言ってますけど、笑いやってなかった、笑いが第一希望だったんです。はい。あのやりたい仕事。はい。で2位が漫画家だったんです。ああ、そっか、そうですね。はい。はい、で。どっちがかっこいいかなって思ったらお笑いの方がかっこいいのかな、はい、ああ、はいはいはい。だけどね、浜口さんは、うん、いきなり漫画家で行ってても、はい、うまくいってたかもしれない。
ああ漫画家はもう多分片岡さんにも言ってたと思うんだけど、はい、これお笑いで売れる自信はないけど漫画家はあるよ。おお、すげえっすよ。お笑い苦労するよ。はい、ああはい。で組むぐらいとか言ってたと思う。ああ、なるほど。漫画家で最初から言ってたらあったかな。でもかっこいい基準では全部物事を決めてたから。はい、これやったらかっこいい。へえ。すごいっていう基準で決めてて。はい。はい、でも漫画家は2位だったね。ああ。そのお笑いのかっこいいっていうのは、うん、僕ら世代は M1 があったんで、うん、M1 かっこいいって結構分かりやすくかっこいいと思ったんですけど、うん、浜さん世代の時はな何がかっこいいって思ったんですか？だからトンネルズですね、僕の直撃は。はい、はい、なんだろう、いろんなかっこいいってあるんだよ。はい、あります。ジャニーズのかっこよさ、あ、はい、バンドのかっこよさ、花があるとか、はい、いろいろあるけどさ、それを抱きしめる包容力があるのは、あ、はい、お笑いなんじゃないかなあ、確かに確かに確かに、全てを丸め込めるじゃん、はい、はい、そうですね、っていう意味 で一番ロックなんじゃないかな。ああ、おお、かっこよさで選んだから、はい、だから2位はやっぱ漫画家ですね。あ、漫画家やってます、はい、でもそうしたかった、その普通の仕事じゃなくて、はい、とにかくなんか世に作り出すような、そうそうそう、はいはい、かとか、まあそうね、そういうのとか、あれだよ、多分三重の山奥で壺とか作ってたりする、はい、似合いますね、それ最終的にそれ似合いそうですね。社会と関わるけど、なんかちょっと離れたとこにいたいなとずっと思って、うん、昔から確かにハマはもうピンポンとかな、うん、ピンポンが人気出る前からピンポンとかいろんな読んでたな、松本太陽先生の漫画読む、なんかお金がないっつっても、はい、漫画だけはよく買ってたよ、新聞配達して、はいはいはい、好きだったんだろうなと。そうですね、俺はもうネプチューンさんとかさ、あ、はい、いろんなあのビデオテープを伝えて借りてきて、うん、はい、ダビングしちゃいけないのに違法ダビングして、はい、それでもう後期になるとさ、なんかダビングしてもこのわーっていうのはあんま見えないけど、はい、そうですね、それで見ててお笑いを研究した、はい、俺をお笑いに全部注ぎ込んで、やっぱ見なかったもんな。あ、はい、見ないから一緒に見るぞっつって、おごっとっつって、はい、5分経って見たら、うん、ああそうなんすか。もうそんなんだったね。森田は、僕多分ちっちゃい頃は金八にドハマりしてた時期があって。金八先生、金八先生です。だから先生になりたいって思ってました。で、それ何、はい、上戸彩のあれ、いや、もっと前なんです。上戸彩ちゃんの2個前ぐらいから多分僕見てるんですけど、で、まずその間カザポン、あの風間俊介君、金末健次郎の回があって、上戸彩の多分回なんですけど、はい、なんですけど、その3つぐらいが多分もろもろ世代で僕で、うわ、先生になりたいってなってて、でその高校の授業がマジで、あの全員授業下手だったんですよ、うちの学校の先生の授業が。なんなん、まあ1人2人うまい先生いたんですけど、みんななんかその仕事で教えてますぐらいのなんか感じで、教科書をただただこうなぞるだけの授業で、これって何言ってんだろうってずっと60分間思うみたいな。だから、いや、でそれのなんかこうアンチテーゼじゃないですけど、俺だったらこんな教え方しねえけどなってずっと思いながら授業受けてたんです。だからやっぱし森田の人生の勝ち筋は教えるってことになんかあるんだよ。あー、ルーツは確かに今も結構なんだかんだいろいろ教えてますからね。だからそこに何かヒントがあるんだろうな、はい、そうかもしれない。やっぱその時の記憶を頼りに今なんか誰かも教えるとかはやってます、うん、あ、なるほど。多分ここはこうやって多分噛み砕いてこっちから教えないと多分無理だよなとか、大事だね、そこの多分ロジックは高校時代になんか考えてたと思います。俺今思い出したんだけど、はい、そんな俺お笑い芸人職からやるっつってたんだけど、小学校の卒業文集かなんかには、はい、将来の夢って書くところに、はい、とある職業を書いていました、はい、だって片岡が小学校を出るときに、はい、卒業するときに書いていた将来の夢とは何でしょう。これ当てれたらすごい。僕パッと思ったのが、
職業とかじゃないんですけど社長、なるほど、はい、そういうのいるよね、はい、なんか社長になりたいみたいな。浜口さん当てましょうか、はい、筋肉マンなるほど、あ、いいね、いいね、筋肉マン正解いきますよ、はい、正解は、うん、F1 レーサーです。 F1 レーサー流行ってな、なんだろう俺マジで F1 なんか一回も見たことなかったみんな書いてたじゃん。そうそうそう、あ、なるほど、F1 って書けばかっこいいみたいなあったの。セナのブームの時ってことですか。それも知らない、もうそれも見たことない。セナはもちろん、はい、読んでたジャンプで、はい、カラーのとこでよくセナ特集あったから、はい、けど文字細かいから全部飛ばしてて、はい、なんかみんなが多分 F1 って書いてて、はい、かっこいいと思ってたんだろF1 レーサーってお前見たことねえじゃんっていうので、あ、はい、未だに強烈に覚えてたよくも分からず、なんで F1 レーサーなの。もしも願いが叶うならっていう項目でした、はい、みんな不老不死って書いてた不死身とかじゃなくて、はい、そうそうそう、ドラゴンボールで不老不死っていうワードがあったから。あ、なるほど、みんなクソダセー世代だった不老不死オリジナルゼロF1 レーサーって俺も誰か書いたらパクったんだと思う次行きましょうか。じゃあね、はい、モンチェン、モンチェンス、はい、さあどうしますか。6枚やことない片岡さん、いや、お、じゃあ3つ目、あ、その隣行こう、こっち、はい、うん、よいしょ。好きな乗り物はありますか。アニメとかでも OK。 ああ、好きな乗り物、まあ、乗ってみたかった、ね、子供の頃とかでもいい、ね、なんかさ、ガンダムとかでもいい、ね。あー、はい、俺最近になってさ、はい、めっちゃバイクの免許取りたくなってた。あ、マジっすか。いいじゃないですか。変わってくるな。あ、なんか当時から浜口さん、はい、ドラッグストアとかさ、うん、あの、はい、兄貴にもらってとかでなんか乗ってたりしたんだけど、うん、当時意味わかんなかった。なんでこんな、さ、なんか車の方がいいじゃんみたいな、うん、でもなんか今になって、うん、バイク欲しいなって。あー、はい、バイク全然知らないよ、はい、けどなんか中面持つの面白そうだなとか、はい、体質が変わってきたな。はあ、いいじゃないですか。そうやって考えると俺が乗りたい乗り物は、はい、あんまり知らないけど、アキラが乗ってる。あー、あれかっこいいですよね、まあ、あれ出てきますよね、まあ、多分人気の乗り物ランキング。アキラのあのバイクめっちゃ欲しいわ、はい、確かに。あれ乗ってたらみんなが何何って言われるじゃん、うん、っていうのいいなって思う。だから俺はアキラ。あー、なるほどね。なるほど。あ、まあ、そういうことでしょ。どうしよっかな。僕めっちゃ迷うんですけど、うんうん、それエヴァで。なるほど。エヴァめっちゃ乗りたいっす。もうシンクロ率 100% になりたいっす、うん、エヴァはもう本当に乗りたいっすね。あの、この LCL のこの液体でこう満たされて、肺に LCL が入っていく感覚を味わいたいんですよ。はあ、あれ連動してるんだよね、痛みとか。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、だから敵はあれだよ、使徒は足を狙ってくるよ、森健の。僕の膝弱いから僕の膝で狙ってきますでも AT フィールドでそこはいけるんで。覚醒とかするのね、森健。いや、もうそうです。もうだから、まあ、暴走モード反転モード反転ザ・ビースト、裏コードザ・ビーストとか言ってやりたいですよ、うん、マジで。あ、超かっこいいです。なるほどね、はい、ハンマングさん何がいい。やっぱりね、あの鳥山明先生の、はい、やっぱドラゴンボールのさ表紙とかにさ、はい、悟空がなんかさ、はい、乗ってたりするんだよ、ブルマとか、はい、乗り物に、はい、スカイカーみたいな、はいはいはい、車輪がないやつとか。そうですね、はい、全部かっこいいと思ってる。いやー、鳥山先生の乗り物、何この乗り物、はい、はい、超乗ってみてとか思ってる。いや、めっちゃわかります。ブルマが乗るようなさ、はい、なんか浮いてるもんか。そう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 、エヴァと迷ったらそれっすもん。なるほど、はい。乗り物描くのうまいよな、あの人。いや、ほんとワクワクしますよね。デザインの人ですかね。デザインが、はい、なんか今さ、うん、そのドラゴンボールで思い出したけど、あのワンピースもさ、はい、もうファイナルに近づいてて、最終章というか読んでないけどさ、はい、なんか今ここに来て黒ひげじゃなくてラスボスがシャンクなんじゃないかみたいな。シャンクス、シャンクス、シャンク赤、そうですね、赤髪のシャンクス、はい、もう、うん、それシャンクスっぽくない。読んでないけど、説ありますけど読んで、いや、ワンピースは途中まで読んでるし、うん、今ちょうどネットフリックスかなんかで追っかけて、はい、あの CP9 の編までは見てるんだけど全然ちょまんすね今から
から見たらめちゃくちゃ白ひげのところは見てるよ、はい、エースが死んだところは見てるよ。あそこだけは見てるんだけど、マリージョの、はいはい、その後は見てないんだけどさ、はい、シャンクスっぽいな、オチ。森田的にどうですか。僕はそうは思わないんですけど、確かにその説ありますよね。確かにシャンクスっぽくない。俺見てないですか。ワンピース見てないの。全く。そう、大人になってたからです。エースが死んだのも見てない。全然知らない。もうやばいな。すごい。何の話してるの。ああ。もう 見ないのそれは。いずれ見るんじゃない。完結したら見るとかそんな感じですで、今見といた方がいいんじゃない。もうだって完結に向かったらあと1年半ぐらいで終わるでしょ。多分そうですね。今チャンス、うん、あそこまで見たらこれ三刀流の人が出てくる。ゾロ。それはもうプロローグですよ。それで2人目の仲間口で剣持っても強くなさそうだなと思って見なくなる。まあいい。一回な乗り遅れるとなかなか大変だよ。やっぱそうっすね。ドラゴンボールで突っ走っちゃったから。はいはい。ジョジョは見てる。ジョジョも見てない。ああやっぱ偏ってる。確かにジョジョも乗り遅れるとちょっと追いつけないですもんね、うん、なるほど、うん、あシャンクス。そうそう、ごめんなさい、話しとるて。乗り物乗り物、うん、あ、いいですか。単純に現実である。現実ですか。あれとか乗ってみたくない。あの世界一速い黒のレースとかね。めっちゃ細長いロケットのエンジン。はい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 。とかめっちゃ G かかりそうですよ。あの本当にお金があったらさ、はい、何の車乗りたい。ああ、やっぱお金買ってもらえるとしたら何がいい。やっぱあれですよ、たけしさんのロールスロイスよ。おお、なるほど。なるほどね。でたけしさん、あれですよね、あのなんだよって言って、俺乗らねえよって言って、なんで殿乗らないんですかって言って、後ろから見てるなって、うん、乗ったら見えねえじゃねえよって言って。おお、それあれね、ポルシェ買った時だよね。かな、たけしさん後ろから自分の、うん、そうそう、いいな、あの軍団に運転させて後ろから見ていい車だなって言ってたっていうやつ、ね、それやってみたい。なるほど、あーロールスロイスか。いや僕もマジでもうなんかコンパクトカーでいいと思っちゃうんですね。そのまあその運転苦手なんで、うん、とかって考えちゃうともうコンパクトカーでいいなと思っちゃうんです。単純にね、避けるっていう、高級車乗ってると、はい、他の車も。ああ、なるほど、逆に。あ、じゃあ高級車にしようかな、うん、あやべえと思って避けるらしい。ああ傷つけちゃやべえと思いますもんね。確かに、うん、俺乗りたいのいっぱいあるんだけど、はい、本当はアルファード。ああ、はい、あの一番楽だから誰かに運転させて、はい、乗るには一番快適。はい、あの人が乗ってたら、誰、名前忘れちゃった。あのよく群馬連れてってくれた人、内田さんだっけ、なんだっけ。群馬連れてって森田さんですか。森田さんか。ああ、そう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 、ちょっと後ろ。ああ、そうそう、ああいうアルファ。まあまあまあ、はいはいはい、全てに理が、あれがいいかなだけど、確かぶっちゃけ、うん、なんかそういうベンツのゲレンデ的なのでもいい。ああ。けどみんな乗ってるから嫌だなと思って、はい、最近になって、はい、フェラーリが欲しくなって。フェラーリですか。おお。なんか50、60で乗るの、うん、もう王道じゃん。はい。今44だから45の誕生日で、うん、フェラーリ買ったらすごくない。すごいです、びっくりします。フェラーリってどんなの。ランブルギーニとは違うか。違います。2000万ぐらい、1000万ぐらい、ハンドルだけで、うん、あのフェラーリのマークで80万とかするんだよね。あ、そうなんすね。普通のハンドルだけで、はい、あのマークを入れるのにプラス80万とか。へ、はい、だけどなんかフェラーリが売った時買った値段と同じぐらいで売れるらしいよ。あ、資産価値が落ちないっていうのはいいよ。確かに、確かに。なるほど。俺フェラーリ。かしこまりました。はい、はい、じゃああと5分ですよ。もう1個どこか。じゃあもう1個いきますか、はい、ショートレンジで。じゃあ一番こっち行こうか。はい、これは、あ、疲れ多い。これ僕なんですけど、G 薄いな。薄いな、どうした。ペンがなくなってたんです。疲れ多い、はい、うん、疲れ多い、どういうこと。例えば、うん、LINE の誤爆とかよくあるじゃないですか、うん、LINE の誤爆。
これ、全然違うところに送っちゃうみたいな、はい、だ自分に送ったメモのつもりがどっかのグループ LINE に送っちゃってたとか あと、シャンプーしたか忘れちゃうとか、あと僕シャンプーしたか忘れちゃうってどういうこと？そのシャンプーするじゃないですか、で、流すじゃないですか、うん、で、次体洗おうと、あれ俺シャンプーしたっけ、わからなくはない、昔あった、今はないけど、なんかそういうのはあるんです、最近よくあって。疲れてんじゃん。疲れてんすかね、地方じゃん。で、僕科学実験でちょっとゼリーの容器が欲しいっていう時があって、うん、よしっつってゼリーの容器買い行くぞっつって、うん、セブンイレブンかなんか行って買ってきて、うん、でまあ当然中入ってるんで食べるじゃないですか、うん、つって食べて、ああ美味しかったっつってゴミ箱捨てちゃったんですよ。あーなるほど。そのまんまゴミ箱使いたい、使いたいのにっていう、でそういうことあんまなかったんですけど、最近そういうのがちょっと自分的に立て続いてんで、そういうなんかあるかなみたいな。なんかあったな、はい、多いな。これはよくあるのが、家でさ、なんか物取ろうかなんか分からんけど、はい、玄関のとこまで行ったとするよ。はい。あれ俺何しに来たんだっけ。めっちゃ分かる。あれ なんでこっち来たんだ、はいはいはい、ああこれ取るために来たんだとかさ、はい、それはしょっちゅうある。ああうん、そういうことですね。もなんか 2、3個以上物が重なると、はい、もう俺無理なんだ。あ分かります。家出る時も、はい、必ず忘れ物するわ。あマジですか。鍵とか携帯とか Wi-Fi とか、持ったらイヤホン、はい、忘れたりとか。あそう。8割方でもう一回戻ってる家。あもったいないですね。じゃあその時間結構。そう。うん。それ怖いな。俺やっぱしね、はい、今お笑いでもうダントツトップってやっぱ松本人志さんじゃん。はい。うん、なんでかなって考えた時に、まあもちろん才能とカリスマ性なんだけど、はいはい、それとは別で、うん、もうやっぱ10年前ぐらいから体を鍛え上げられてるじゃん。はい、うん、あれで反射神経がやっぱね落ちてない。はい、だからやっぱし体を鍛えるって大事で、はい、うん、俺今体鍛えてるじゃん、うん、そういう忘れ物ないもんね。うん、あれとあれ忘れたとかなくて、うん、もう最初から準備しとくというか、うん、あ忘れようがない。はい、はい、うん、そうですね。うん、もうタスクがちゃんと決まってるというかチェックリスト、うん、はい、っていうふうに思う。で最近もちょこちょいだなと思ったのは、うん、例の天川神社行った時に、はい、レンタカーをさカーシェアリングね、もう駅の近くのとこだから、はい、なんか入り組んでんのよ。高速じゃないけどなんか乗って降りてみたいな。これをなんか、はい、カーナビが右ですとか右行っちゃったら、はい、うん、であここの下じゃんみたいので、はい、3回同じ道間違えた、はい、でもうダメで、はい、チックみたいになっちゃって、はい、もう一回右行っちゃいそうだなと思って、はい、もう携帯のグーグル調べて違うところから帰って返した。ああ、はい、はい、もう無理、もうなんか体が吸い込まれるんだよ。はい右ですって言ってもこれ右行っちゃいけないけどここは右だったよな、あここだった、はい、あっつってまた2キロぐらい行ってあ、はい、迂回してみたいな、はい、これな何待ちこれ、はい、60分ぐらいかかった。あもうで駅近辺トイレもできないから、はい、もう膀胱パンパンまるで、はい、そん時はちょっと老いたなと思って、うん、こういうの一番事故るなと。これ老いじゃないんですけど、去年のオリンピックの時ぐらいって結構道路がここ通れないここ通れないじゃないですか、はいはいはい、でオリンピック時期に読売ランド行こうと思った時があって、はい、レンタカーして読売ランド行こうとしたんですけど、もうその都内っていうんですか、そこ出るのに2時間くらいかかっちゃう。ここ乗っちゃいけないのとか、そうあと単純に運転下手だからここの五反田ランプで乗らなきゃいけないのか、ここで曲がんなきゃだったのかとかを繰り返して全然都内出れないっていう。俺も原付でその時乗ってて、はい、ずーっとなんか行けなくて、はいはい、なんか新橋越えてったもんな俺それでも警察にまだダメまだダメみたいなんで、はい、もう帰れないじゃんこれみたいな。そうですよね。あった、はい、ということでお時間でございましてもう、はい、もう11月ですからね。そうです、ね、だから今年もあと7回ぐらいあになるんですね放送ね、はい、もうやっぱりお正月って言って浜口さんが一回間違えて、はい、放送日じゃない時に一人だけ来て帰ってった、はい、大阪から帰ってきた伝説の会見まだ大阪から
大家のため帰ってきたらなかったってすぐ帰ってきたっていうのがありましたけどということでございまして、また来週皆さん風には気をつけて、バイ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 。